じゃあ1万2000を建部山に向けます。我に続け。でさらに、高槻行きましょうか。なんか戦予想なって1万8000？あ、援軍借りてる。っていうか1万8000ってなんだ。戦場上限2万7000の1万7000か。で向こうが1万8000だから、こう戦場上限取られてっけど行くのありだな。待って、でもそしたらうちが1万9000ぐらいまで兵を落としたら戦えるってことじゃない？そういうことだよね。楽しもうぜ信長。あ、浅井長政が出陣させろと言ってるよ。恨み晴らさでおくべきかと。落ち着け長政、出陣させてやるから。じゃあ9対2万5000でもってこの高槻行きましょうか。もしくは別のところで五分だって出てくんないかな。でも最大兵数が1万8000だからね。まあ1万7000の1万8000。相手が信長っていうことを考慮するとかなり厳しい戦になりそうだけど、まあでも熱い戦には間違いないからね。行きましょう。我に続け。いやでもまさかもう一回熱い、ああなるほど、織谷にめちゃくちゃいるんだ兵が。なるほどね、なるほど、これが出てくるってことか。いいじゃねえか信長、楽しもうぜ。あ、こっちに来た。ちょっと待って、それはないよ。報告いたす。え、それはないって。こっちはおめでよ。1万7000、1万5000。いやもうやるかそれは戦にしちゃうか。行くぞ。もしくは、いやもう来てるんだよな、やっぱこうだね。引いたぞ、もうなんだこれ引くな引くな、こっち来てくれ。いや織田お呼び越しだな。そっか、いや織田信長と戦場で感化を交えたかったけどね。出てきてくんないのかな、どうなんだろう。まあ進めていきましょう。てか大阪城はどうなってる。ハーブ陥落、やりました。ありませんでしたね。さあホバークでドン。堀直より、あーはい微妙極まりなかった。まあ初段はなしでね。酒延べも何も持ってないんだよね、残念。すまねえな。いやまあでも最上がいるって分かったのはでかいよね。じゃあ半兵衛このまま行きますか。今日二条五所進むのです。集結1万5000。1万5000が集まってんの、いいじゃんいいじゃないの。いや兵を散らす準備はできてるよ。行きましょう。これはここだよね。じゃあ部分騎乗するか。1万6000ぐらいまで減らそう。オブニーでしょ、絶対奇襲する将軍を返す。ヤシャクロ、回想運どれがいいかな。次返すのはシゲザネ返そう。1万6800、これで1万5900とほぼ5分になったから楽しい戦ができるぜ。行きましょう。あ、なんで二条五所に向かったお前ら。あ、でもこっちも1万4600だから熱い戦ではあるね。さあ今日二条五所強行21日。さあでもこれ強行でまた兵を減らし続けてんだよね。問題はどうなることやら。ん？変わったね動きが。二条五所に来るんだ。じゃあこのままやっぱり、なるほど。じゃあこれ牧島に行くべきだもしかして。そうしよう。進め。これこっち来てくんねえかな。あー竹中半兵衛のとこ来るね。まあいいだろう。ん、あ縦部山陥落ちょ完全に頭の外にあったわ今。サホバックでドン。あ森吉成だ。武勇やっぱ高いよね。回避持ち織田信康、まあここはねお引き取りください。事件じゃあババミンブなんですが、いざ参ろう。清水山行っちゃおうか。前進せよ。進めていきましょう。さあハンベド来たね。台風直撃四国いくらなんでも直撃しすぎでは。四国が沈みました。ちょ政宗これ落ちないんじゃないか、もしかして。なんかそんな気するよね。表情を、さあ表情ですね。あ、ここのタイミングの表情でかいな。軍事ポイント、論議ポイントちゃんと残しておこう。竜騎兵配備するか。じゃあここはポイント温存しましょう。ごめんねよ。でここで備えあれば憂いなしを打ちましょう。我が妻。さあ軍技ポイント 100% 上昇。この軍技ポイントを使って
まあ信長に対してね、罠とかたくさん作って有利を取ろう。他になんかできないかな。あー、農兵青年できなかったか。じゃあ12500の15000、ちょっと兵力怪しいかなって思うけど、まあこれでぶつかっていこう。これ部分騎乗でもってさ、あーでもなんかどの部隊も同じように兵減らしてっから、このまんまでいいね。よし、じゃあまあこれでぶつかっていこう。ちょっと怖いね。それでは織田信長とぶつかっていきますか。京での覇権をかけた戦いね、二条御所の戦い、参りましょう。お、なんだよ、引くなよ。なんだよ、めちゃ盛り上げといて引くな。おい、ふざけるな、織田。そこはちょっと待って。いや、マジで待って、それないでしょ、いくらなんでも。あ、もうダメだわ。織田逃げ腰だわ。残念。織田もこれまでか。なんだよ、マジで。マジで何だったんだ今の。さあ、二条に陥落、ね、落ちちゃったよ。おい、おばくでドン来始めたね。まあでもな。まあまあまあ、あれ、お初の方って知った伏兵なんだ。へえ、なんか舞姫じゃないっていうの珍しいね、すごくね。まあまあまあ、見逃しておきましょう。へえ、そうだったんだ。え、じゃあもう半兵衛は打ちましょう。しょうがない、朝宮行きますか。皆さん続いてください。12500、いやもう来るなら来てくれ、頼む。なんか集まったけど6600じゃもうどうしようもないでしょ、揺るがずでしょ。はい、もう揺るがないでいいや。織田は自戒しましたね、完全にね。で、清水山も強行でおしまいでしょう。24日。いやー、柴田が斎藤によって滅亡。なんか滅亡した勢力を見るのが久しぶりだな。どこ？あー、斎藤膨れたね。柴田この辺にいたもん、確かにね。で、雷帝洞穴との戦いに入るってことか。これ、長宗我部さ、この領土の取り方、ものすごく良くないよね。六角には攻められるわ、立花に攻められるわ。ここかここを取られたらさ、寸断されちゃうしね。いや、こんな領土の取り方はしたくないもんですね。政宗、もう兵がいないぞ、政宗のところ。これさ、別の部隊出そう。近場からこの辺から、まあこの3体8000で持って大阪城に出て、に続けで取り付いたら政宗と交換すればいいよね。いきます。これなんか来てん、あ、漱石が織田に行ったか。なるほど、まあ朝倉に味方しておきますかね。手を貸しましょう。一応どこ行くこれ漱石。あー、伊賀上野行ったか。朝宮取り付き、強行32日ね。いやー、漱石も、木を見るに瓶だね。うちが、織田を圧倒したと思った途端に動き出したもんね。ちょっと待て、柿崎。おい。なんなんだよ。こんなとこで意地見せんなよ。いらんから、そんなん。18日。これは届いちゃってるね。半兵衛をじゃあ、観音寺に向けようか。そうしよう。進むのです。こうするとどうなんかな。使いのものが、うん、島津宗家から交渉。島津宗家から交渉。下るか。こうは、ふざけんな。いや、来てるな、これ。だったら、ババミンブは返そう。で、また改めて出よう。そしたら、半兵衛、改めて、朝宮の囲みに戻ります。皆さん続いてください。で、ここもうちょいで着くけど、伊達政宗もう壊滅しそうだな。まあ、それはそれでいっか。さあ、朝宮城再び取り付き。動き変わったね。強行32日。でだ。なんか壊滅したぞ。あ、っていうのは、政宗が壊滅したのか。まあ、それはね、しょうがない。じゃあ、改めて、清水山出ますか。時間かかりすぎんな、これ。そしたら、建部山羽生二条御所に武将を入れて、そっから出せば、いいよね、きっとね。じゃあ、まあ、とりあえずここは、このまま進めましょう。さあ、元近と姉小路再び激突。元近、姉小路押し始めたぞ。いや、これ、大丈夫か、姉小路。さあ、牧島陥落。やりました。勝ち時は。で、ホバークで、ドン。あー、来てるね。来てるけれども、特にいいのはなしなんで、まあ、全員解放ですね。かたじけのを存じます。お、鬼姫。そしたら、山形正影でもって、観音寺城、行きましょうか。15000でしょ。あわよくばこの軍とぶつかりたいけど、どうなんだろうな。ぶつかれないよね。
ここでぶつかれる。出陣するぞ。行こうか。さあ大阪城、ライレンが再び取り付き、まあ強行40日、今度は兵しっかり足りるよね。さあ取った城に武将の移動等々済ませました。それでは進めていきましょう。天も人も。さあ信長吠える。背くことは許さ。備えあれば憂いなしか。でここでぶつかれるはずなんだよね。松永と同盟延長になりましたね。さあなんだよ。ふざけるな。じゃあどうしよう。山形正景が朝宮に来ちゃうか。で半兵衛が動くか。半兵衛が下がるというのか。進むのです。そうするとどっちとぶつかった。これどっちなんだ。ん、あ、半兵衛の方でぶつかったか。1万の1万4000、1万5000だね。いや相当厳しいぞ今回。いやそこを覆すのが軍師の知力ってことか。わかりました半兵衛殿。それがし、なんじゃこりゃ。252? 初めて見たんだけどこんなん。え、備えあれば憂いなしそんなすごいの。なんでも置けんじゃん。いや、なんでも置けんけどさ。ドラが置けん。平地のみか。いや、ここまた山深いな。作戦行くか。なあ、またえれいっぱいあんだけど。どうする？キツツキ行くか。キツツキ隊、キツツキ隊は、いいっすか。信玄謙信の二人で。いやでもさ、信玄謙信の二人はさ、そういうところで力を発揮する感じじゃないよね。特に信玄はね。まあ、謙信はそうかもしれんよ。でもここはやっぱりさ、本多忠勝に白羽の矢を立てるべきだわ。そう思うよ僕は。やっぱ孤立無援の状態でさ活躍するのはこの二人だもんね。そうしましょう。キツツキ隊はこの二部隊。信玄にはね、やっぱり大前自着として本陣にいてほしいよね。で作戦に行っちゃうじゃん。どうする。10面埋伏、埋伏隊。あ、こんなに埋伏するんだ埋伏隊って。へえ、すごいね。あ、勘助連れてくれよかったな。勘助でも多分どっかにいるんだよね。勘助、勘助信玄のとこにいるよね。じゃあおとり隊を信玄がやるか。で埋伏隊を、ちょっともう何がなんだかわからん。さっぱりわからん。じゃあこの4体埋伏させるか。でこれ多分キツツキの方ってさ、キツツキ隊見つかってちゃいけないんじゃないの。それとも見つかっててもいいのかね。なんか釣りのぶせの時はさ、見られてるとのぶせりできなかったじゃん。だからキツツキ隊もそういう感じなのかなと思うんだけど、まあとりあえず物はやって確かめてみろって感じか。れえことあったなこれ。よし。でもさ、相手も備えあれば憂いなしあんだよね。それがまた問題よな。行きましょう。朝宮の戦い行きます。まずは10面埋伏からだね。埋伏隊が奇襲時って書いてあるからさ、だ奇襲しないとダメってことでしょ。やっぱり埋伏隊は埋伏しないと話にならんってことだよね。みんな、信玄と、まあ、半兵衛をおとりに使うしかないのか。覚悟せよ。いや今回金一般のでかいぞ。さあ来てるね。信玄もうちょい前に出るか。10面埋伏のために。で埋伏隊がもう少し、これ見張り声うるさいな。ゲチよ。見張り声の範囲に入らない程度に前に出よう。ゲチよ。始めよ。ね、見張り声これ絶対うるさいよね。ゲチよ。始めましょうか。入ってないね。ゲチ。でこっちの隊も前に出る。始めるぞ。みんな。これはなんだ。気合を入れろよ。さあぶつからない。うずめび。うずめび容赦ねえな。おだね。うずめびしっかり仕掛けてくるの。足に続けた。じゃあ10面埋伏するか。10面埋伏。埋伏。ごめん。じゃあもうこういうことでしょ。つまりは。始めましょうか。ご命令を。ゲチよ。そうだね。始めるぞ。でおとり隊は引いてくる。皆の者。足に突きをしつけよ。あとは埋伏隊がうまく不意をつくことを願うとしよう。願うんじゃないんだ。不意をつくんだよ。早っ。めちゃくちゃに早い。ご命令を。待って、ご命令。まだだ、まだまだだぞ。まだ突っ込んでくるなよ。叩きのめせ。信玄が早、また動き。火山の旗を掲げよう。
さあどうなる。見つかってないよね。ゲチオ、皆の者、で挑発が入ってる。この隊を、おっと、前副隊見つかったか、これもしかして。ならばこっちの前副隊突っ込むことにしよう。始めよ。来てるね。この二部隊逃げるのみだ。これ見えてんのもしかして。そんなバカな話あります？敵の居場所が知れました。が入る。さあ埋伏、本体だ。本体があるぞ信長の。これはえ、傷つきの方離脱。あ、これちょっと待って、信長行くべきでしょ。始めましょうか。で奈落に落ちてくから、まあここはこうでいいよね。奇襲、おとり挑発。いや大丈夫だ。いや奇襲か、やるぜ向こうも。なかなかさすがは織田だわ。となったらどうする。表裏卑怯ありだな。これ動き予測しちゃうのね。孔明の輪の周りだけど、ここは表裏卑怯行かせていただきます。孔明と呼ばれるゆえ見せてやろうか。奇襲が乗せられるけど信長の速度が落っこってるからね。でこうつく。もうこの二部隊はもうしょうがないね。どうしようもない。半兵衛と信玄の持って川尻隊は血祭り投げる。さあ壊滅した。これでおとり挑発が解ける。反転して信長を徹底的に叩こう。信長七によし来たぞ。上杉謙信水産織田信長見知るし頂戴いたす。かっこいい。奇襲やったぜ。さらにいや工場どっちが良かったかな。本多忠勝も捨てがたか。183化け物では。来たぞこれ。遠当てが当たる。さあ防御力落ちたぞ。どうなる信長。待て待て待て、どこへ行こうというの信長さんよ。これもうかじり隊打ち捨てよ。信長の方に向かう。行きます。忠勝がこっちにぶつかって、謙信が迂回して信長を叩く。いや奇襲乗るか。早っ早っ。謙信狂った今のスピードで動いてきてる。手を打ちましょう。待て信長、孔明の計り事か。いや違う、大返しだ。ところで立ち止まれ。この大返しでかいぞ。壊滅。さあ挑発に乗ってるキツツキの戦法か。そうか挑発か。ならば罠に引っ掛けよう。ほら来いよ。手を打ちましょう信長さんよ。奈落が6点魔王出た。ただし奈落が待ってるぜ。さあどうなる。謙信頼む。101。これもう信玄も行くしかないね。さあどうだ。もう全軍でもって突っ込む。孔明の待て、反転したら計りごと。覚悟だ壊滅秀吉。しかし信長取った。引くぞ山正義。くー一歩遅かったか。しかし信長を退けた。やりたい劣勢なれども希望あれば勝てると証明してやりましたよ。策があればどうだ。貨幣を持って退けられるこの感覚、吉本の気分味わったか信長。いや熱い戦だったぜ。ありがとう織田信長。捕獲ドン北立て。はい。なんか水を刺された感がすごく。まあ、初段を出して。またじけない。よーし。じゃあ、半兵衛朝宮、改めて取り付けましょう。出陣しましょう。で、山形正景が、これ、観音寺城行っちゃうと、朝倉が多分、伊賀上の日野って取っちゃうんで、日野に行きます。出陣するぞ。これで織田終わったね。もうこの辺りからも兵出して良さそうだね。新たに入ってきた連中ね。まあ、入ってきたら清水山に向かいますか。やっつい戦ったな今の。ねえ中面埋伏やばいでしょ。交渉しよう。さあ滅んだのは伊藤。いや石田すげえな。さあ交渉ですね。賢女頼むぞ。織田信長だ。小せがれか。全面解放どうだ。だダメか。そうか、まあ、ならば滅びるがいい。半兵衛のところがそうなると強行28日包囲。まあ包囲でいいよね、こうなっちゃったらね。で権女どう。もういい加減いいとこまで来てる。35日いいとこまで来てるね。じゃあ入ってきたよね今ね。うん入ってきてる。出ましょう清水山に。
じゃあ3体6000で持って清水山に向かいます。我に続け。さらに出しましょう。菅野寺城行きます。じゃあこの3体7400で持って安土城、観音寺城か、行きます。遅れるものは切る。まだ出せるかな。沢山の城に行きたいな。信長に過ぎたるものが2つありと言われてるからね。初めて聞いたわなんだそれは。じゃあ4体1万2000で持って沢山城着きましょう。これで織田終わったよね、間違いなくね。よしいやしかし本当にすごい戦だったな。あ、高槻がまだ残ってるわ。報告いたします。クロトン同盟あと1ヶ月。まあ、ここはあえて、いや待てよ、もう6ヶ月いっとくか。黒田ちょっと今東で忙しいからね、6ヶ月同盟延長しときましょう。でここで切れた瞬間に西に行くという感じにしよう。織田と島津落としたら、まあ、主力となる連中がごそっと来るだろうから、まあ、そしたらその連中も含めて西に行って対黒田でいいよね。なんでまあとりあえずあと6ヶ月黒田のね首を繋いでおきましょう。で火の取り付き、まあここも強行ですぐでしょう。44日すぐっていうほどすぐじゃなかったね。もうでも織田には反撃する兵力はないよね。でここはどうなの。22日落ちてるね、落ちてる。そしたら半兵衛は高槻に向かうとしましょう。さあ浅宮城陥落やりました。この程度でしたか。ホバークでドン。本田正竹、森忠正、織田信康、回避持ちが一人いるけど、まあまあまたお会いしましょう。片付けなし。で半兵衛待てよ、これさ雷電に高槻を任せて半兵衛はさらに行こう、バンバンに行きます。皆さんお市の方だ、続いてください。大阪城落ちてるよねもうね。いつかよし、結構島津我慢したね。待機する。さあ大阪城陥落、これで島津が滅亡ですね。捨てがまりか。さあ捕獲でドン。捨てがまりだね。そうだよね、捨てがまりだよね。捨てがまり使おうじゃあさっきので作戦完全に味しめたわもう手のひらグリングリン返るから。采配采配、実心斎様と島津義久微妙だな。以上か、一人だけか主力、遠当ての高久のみ。うわ寂しい。で補佐ね、参謀上井角兵か。なるほど、回避回避。妙蓮夫人が治癒復帰な新色復帰なんだ、いらねー。復帰だって改装しなくちゃいけないもんね一回。あ合流、島津義久合流なんだ。そして釣りのぶせ、熱っ、合流熱いね。これ実心斎様采配万全なの弱いよね。いやもうそれこそ先方いろは歌かなんかにしてくんないかな。いろは歌をいきなり読み始めてさ、味方の士気をグーンと上げんのね、ありだと思わん超えてくさんぜひ新生では。でも新生は想像と作ってる人が一緒なんですよね、プロデューサーがね。だから基本的には想像を踏襲したものになるかと僕はね個人的に思ってる。っていうかまあグラフィックもそんな感じだもんね。だからさ、やるべきは想像戦国立志伝なのではちょっとふと思ったわ。戦国立志伝やるべきなんだよ僕は、新生に備えて。戦国立志伝あんまやってないからね僕ね。あれの大名モードってどういう感じなんだろう。やっぱ想像とは人は違うのかな。ちょっと試してみたいな。ね、どっかでやってみたいね、申請出る前に。まあ、ということで、この6人ですね。まあ、合流が出たのが熱い。まあ、迎えましょう。初段はなしで、皆様、またお会いしましょう。さよなら、実心斎様。かたじけない。で、雷電は、このまま高槻に向かいます。皆の者落としてしまおう。我に続け。で、伊達政宗が取り付いてないんだ、これ、ね。行くぞ。だ観音寺に行きましょう。安土と観音寺って。ややこしくね。遅れるものは急。そうなんだろうけどさ、いきます。さあ同盟なりましたね、延長ね。さあ交渉、紅白祭頼むぞ。日記に1ページを加えてくれ。本日織田を下らせたりと頼むぞ本日織田を下らせることあたわず、はい、日記に1ページを加えられました。なんてこった。さあこっちはゆういや海藻志村光康、
かっこいいよね、三つ矢すね。メングとさ、なんつうの、このアングルがかっこいいんだよな、志村三つ矢すって。また能力が強いっつうのもいいよね。この中心どもが、観音寺を取り付き、さあどうだ、強行34日。もう我慢すんな、交渉出た。頼む。ここは頼む。そろそろ一発交渉さ、やってほしいよね。なんか来てるんだけど。5000。あ、いいじゃん。やろうぜ、信長。まだ歯向かうというのか。なんか来てんね、これ。待って。調査壁が、何？え、どういうことこれ。あ、調査壁、織田に牙向いとるぞ。このタイミングで。クソだな、元地下って。なるほどね。さあ、高槻取り付き。これさ、包囲でしょ。っていうのは、うちが最後に落として、織田の武将を迎え入れたいんですよ。ここはね、どう考えても包囲だと思う。で、業務取り付き、強行21日ね、落としましょう。交渉やるか。ちょ、どっかで交渉成功させたいよな。これどうなってんの？これ業務、うん、違うわ。半兵衛が行くの、待って、そしたら業務がこっちに向かって、半兵衛が沢山に向かう。ここでいいよね。さあ、沢山取り付き。で、ここは、強行で進めると交渉が出てこない。そうなんだ。ん？なんかすでに交渉がどうのこうのって言ってたか？でも、業務こっち行ってるもんね。さあ、交渉。足利義明。将軍の意向を持って頼む。あ、義明。いいっすか。なんてこった激突も揺るがずね。はい、志果たすな、負けはせぬ。わー、吉明欲しかったな。バンバ取り付き包囲で35日。交渉出てるけど、ちょっと進めて即時交渉にしよう。あ、交渉出た。剣女、剣女ならいけるでしょ。伊達秀宗か、宇和島だっけ、秀宗って。どうだ。ちょっと織田すげえな、織田って。日の城陥落、やりました。おばくでドン。来てるけど、池田線、技巧なんだね。へえ、技巧いいね。で、ここ、即時交渉でしょ。31日でね。お市の方か。お市の方か。行部じゃないよな。お市の方でしょ。秀吉ここにいたらね。いやー、行ったんだろうけど、しょうがない。千利休で行くか。お市の方、美しい。全面解放どうすか、お市の方。美しい。この城、やりました。もらい受け。さすが、形成の美女。どうしようかな、行部。これ。いや、もう、行くべきでしょ。これ、元地下とぶつかっても戦にはならないんだよね。この状態やったら。報告いたします。宣戦布告してきたらまた話は変わるけど、先月の終始でございます。とりあえず今はまだね、交戦してないもんね。浪人、あ、島津の連中か。そうだね、細川晴元なんかいるんだけど。作戦がね、まあ作戦はまた今からまた改めて見ていこう。そしたらさ、それこそ小十郎登用できんじゃんね。やったぜ、相当の竜。相当の竜、登用できるよ。やったね。で、山形正影なんですけど、総敵。ちょっとさ、もうゆるゆると攻めんのやめて、さっさと落とそう。ね、伊賀上のね。総敵ならできるでしょ。これ山形正影、部分入場でもって、絶対奇襲するマンと山形正影を入れとこう、この城に。あ、待って。浅井長政にしよう。入れて、で、残りは騎乗させます。